高橋さん、鎖骨臭ってちょっとちっちゃいなって思う時はないですか？ちっちゃいって思う思いますよね。例えばこういうの、うん、一般的な鎖骨臭なんですけど、うんうん、もうね、財布と携帯だけっていう、うん、本当に最小限、必要最小限、うん、最低限のものしか入らなくてあとカメラも入れたいし、ペットボトルも入れたいみたいな。そうですね、今ね、暑いんで、うん、やっぱりちょっとお水とか、まあ、飲めたりした方がいいかなって、まあ、そういう時に私おすすめしたいのが、はい、この高橋さんが前回も使っていたこの鎖骨臭なんですけど、うんうん、これあれですよね、持ち手のところはレザーで、はい、これは何のレザーになるんですか？兵庫県の、はい、あの辰野市っていうところで作られてるヌメ革ですね。ヌメ、うんうんね、ヌメ使っていくうちにこのナチュラルな色がどん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 濃くなって、うん、と茶色く、うん、濃い茶色になっていきます、うんうん、そう、ヌメは経年変化が一番楽しめるので、ぜひヌメ革を使おうっていうことになってこの色を選びました。これは倉敷の帆布生地を使ってます、うんうん、おしゃれで、まあ、男性でも女性でも使っていただけるデザインかなと思います、うん、はい。これ結構量も入りますもんね。マチがあるんで、結構こんなペットボトルも入れれちゃうんで、うん、入れてみましょう。ちょっと実際ペットボトルとしっかり入りました。こういう財布とか、うん、あと携帯とか、うんうん、今中身こんな感じでまだ結構スペースがある状態ですね。中にも内ポケットがついてるので、うん、小物とかもばらつかなくていいかなと思います。裏側にポケットついてるので、なんかすぐ取り出したい、あの IC カードとかはここに入れても取り出しやすくてありです。鎖骨臭結構荷物入らなかったりとかするので、こういった感じのそうね、マチがあって、うん、持ち運びもしやすい大きさなので、鎖骨臭で入りきらない方にちょっとおすすめしたい大きさのバッグかなと思います。なんかね、惜しいって もうちょっと入ったらいいのになって、うん、ありますあります。そう、普段鎖骨臭使ってて思うので、うん、持ってる人よく聞くので。そうですね、鎖骨臭結構やっぱあともうちょっと入ったらっていう、うん、ちょっとちっちゃめでマチがあのないものが多いので、うん、やっぱり量があんまり鎖骨臭だと鎖骨臭だと入らないんですよ、うん、これはね結構しっかりめでマチがあるので、はいはい、ペットボトルもね、カメラも入っちゃうんで、うん、ちょっとお出かけするときにかなり便利です。はいはい。あと前回私が被っていたベレー帽も、ベレー帽の被り方でご紹介させていただいていたベレーと一緒のものになります。こちらもよかったら見ていただけると嬉しいなと思います。はい、はい、で商品の URL は概要欄にもリンク貼らせていただきますので、よかったらチェックしてみてください。お願いします。お願いします。では、はい、いいねとコメントとチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた。